独立行政法人日本貿易振興機構は東京都港区赤坂に本部を構える経済産業省所管の中期目標管理法人たる独立行政法人設置法は独立行政法人日本貿易振興機構法2003年10月1日設立職員数は日本国内1045名日本国外721名 日本の貿易の振興に関する事業、開発途上国、地域に関する研究を幅広く実施している。前身は1951年、経団連の参加の一般社団法人日本貿易会が設立した財団法人海外市場調査会である。海外市場調査会は、大阪財界の肝入りで1954年8月、国際日本市協議会、 日本貿易圧戦諸協議会を統合し、財団法人海外貿易振興会となる。初代理事長は、大阪商工会議所会等の杉道介。当初は、大阪市北区に本部が置かれ、海外市場月報を出版した。日本貿易振興会法に基づいて、日本貿易振興会となる前には、同盟団体として、明治期に設立された日本貿易振興会と、 1956年に海外市場を出版していた日本貿易振興会が存在したが直接の関係は不明である。1958年7月日本貿易振興会法に基づき特殊法人日本貿易振興会に改祖した。1998年アジア経済研究所と統合した。2003年10月独立行政法人となり名称を 日本貿易振興機構とした外務省が管轄する在外交換に次いで幅広い海外ネットワークを持ち在外日本企業の支援を行うとともに海外経済に関する情報の収集を行っているこのため外国では情報機関とみなされることもあるまた地方企業の海外進出輸出や地方への外資誘致を支援するため日本各地に窓口を設けている 2018年度時点でジェトロの拠点がないのは埼玉県だけで同県庁は開設を働きかけている。発足時から通商産業省と密接な関係があったことから通商産業省の別動隊という表現をされたこともある。このように名称は日本語、英語とも何度か変遷しているが略称は財団法人としての発足当時からジェトロ、ジェトロで 変更がない。ジェトロの英文略称は、1951年当時に、イギリスの輸出振興機関であった、ベトロを手本にしたと言われる。名古屋にあった、ジェトロ輸入車ショールームジェトロ輸入車ショールームとは、かつて、東京都、大阪府大阪市、愛知県名古屋市にあった日本貿易振興機構の輸入車の総合ショールームである。いずれも1996年に開業したが、 東京ショールームは2004年3月31日に閉鎖、大阪ショールーム、名古屋ショールームは2005年12月25日に閉鎖となった。名古屋ショールームは ZIP FM のサテライトスタジオフィエラ ZIP コーナーを設けており、ZIP サタデージ,ジャングルなど毎週土曜日に定期公開制放送を行っていた。また、不定期でトヨタ博物館などが所有する、 クラシックカーなどを展示する場合もあった。名古屋ショールームは後に改装され2006年10月12日に日本初のロボット博物館、ロボットミュージアムイン名古屋となったが2008年1月に閉鎖。その後、同建物を改装して三井住友銀行、SMBC パーク境が2008年6月にオープンした。ありがとうございます。